こんにちは、矢沢健一です。今回のテーマは、ライバルだった3人の強打者を紹介します。1人目は、若松勉君です。昭和22年、私と同期です。ただ、若松君は、私より1年遅い入団です。1971年の入団ですよね。北海高校から電天北海道を経由してですね、そしてヤクルトに入団してきました。体はすごい小さいんですけども、非常に俊敏で三拍子揃った選手だなという最初印象を持ちました。若松君が入団した時に、確か中西太さんがですね、監督かバッティングコーチをやってたと思います。で、若松君の現役を支えた、バッティングっていうのは、やはり中西太さんが、作り出した、生み出した選手だったと思いますね。今ティーバッティングっていうかね、いろいろこうやりますけども、その中で一番やはり当時中西太さんが、若松君に指導してきたものは、やっぱり体を開かないでおへその前でバットを振る、おへその前でバットを振る、だからバットを振るけども腰はキャッチャーの方にこうねじっていく、キャッチャーの方にこうねじる、スイングと逆の方に腰がいってるわけですよね。それをいわゆる、今の言葉で言うとツイストというやり方ですけども、なるだけ自分のおへその前でそうやってこうで、なおかつ腰を振りながらそれをこうツイストをやるわけですよね。普通ならば、腰を痛めたりなんかしないかなと思うんだけども、そうやって下半身を作っていく、上半身と下半身のバランスをこう作り上げていく、それだけじゃないと思いますけども徹底してやってましたね。まあ、今でも中西太さんは、お元気で時々ヤクルトの球団にも来てちょっと若い選手にアドバイスしたりしてますけども、もうこう中西太さんのこの教え子としては若松勉君がもう最初だと思いますよね。守備も良かったし足も速かったし、それから体は小さい、170センチあるかないかですよ。それでいてライトの方へ通しましたからね、ホームランも打ちましたからね。特に思い出すのは巨人の江川だとか牧原君だとかいた当時に抑えのピッチャーで隅三尾投手っていう方、そういう投手がいましたけども、抑えで左ですよね、左ピッチャーでこうサイドスローですよ。でその背中の方からこう来るピッチャーですよね。でホームベースをこう斜めに横切っていくような、もう左バッターはみんな苦労してたんです。でそれをですね、若松君と私が、まあ、攻略したわけです。向こうにアウトコースに逃げる前に、前で捉えてライトの方へ、引っ張っていきましたけども、別に若松君とそうやって話をしたわけじゃないんだけども、そういう攻略法を、まあ、同時期ぐらいに彼も編み出しましたよね。だからそれからもう若松も成功してる、私も成功したということで、左の中心バッターはみんなそうやってね打つようになりましたよね。まあ、性格的にはね寡黙だしね、朴訥だしね、裏表ない、やつだったんですけどもね、やはり私とは首位打者争いを、何度ももう繰り広げました。若松君が首位打者になったり、私が逆転で勝ったり、そういう思い出はもう尽きないんですよね。で何度も彼とは率を争いました。なんせ
4割ぐらい、3割8分か3割9分ぐらいの率を8月末頃まで維持してるんですからね。それを追っかけるのはもう大変ですよ。こちらもう3割、6分いくかいかないかで、まだ上の方に若松君がいるんですからね。でも素晴らしい、すごくいい目標になりました。彼のおかげで、私も目標値が高くなりましたしね。やはり試合の中で3打席ヒットがなくてもですね、なんとか、最後の打席はですね、ヒット1本でも稼いでやろうと、そういう気持ちで三遊間を抜いたりね、一塁間を抜いたりね、センター返ししたりしてね、なんとかしつこくね、そうやって、若松君についていくようなね、諦めないで、熱心っこく、彼とはリーディングヒッター争いをやりました。彼は、現役終わってもね、監督になったりして若い選手を随分育成したと思います。監督として日本一にもなったしね、そういう意味では現役も含めて、素晴らしい野球人生だったなという感じはしますね。今でも時々会いますけども、現役時代と全く変わらないですよね。野球の話が大好きでね、そういう意味ではいい仲間ですね。はい。2人目は、張本勲さんです。年齢的には随分差はありますけども、でも張本さんとはもう思い出が本当に深いです。1976年に、張本さんと首位打者争いをしましたけども、でも首位打者争いというよりも、張本さんはもう孤高の人で、もう3割5分以上をね、残して突っ走ってましたから、あの時はもう私はもうついていくというよりも2分以上離されてましたから、誰が見てもですね、張本さんにもうかなわないと、張本さんがもう両リーグ首位打者を獲得するのは決まったようなもんだということだと思うんですよね。でもね、最後の1ヶ月ね、9月の初めです。残り30試合残ったんですよ。で、張本さんが3割5分で、で、私が3割3分ぐらいだったんですね。じゃあ30試合で、40本から50本、ヒットを打てば、なんか張本さんに近づきそうだなというような思いだけで、残りの30試合を、なんとか最後まで張本さんを苦しめてやろうかなという気持ちでですね、ゲームを進めていました。そしたらトントン拍子にもうね、1試合2本だとか3本だとか、そうやってこのヒットが増えていくんですよね。で、あの時思い出すのは、私は176本ヒット打ったと思うんですよ。でも単打が140本ぐらいの単打ですよ。だからホームラン10本足らずしか打ってないんですよ。打点も少なかったですよ。ただひたすら反対方向やセンター返ししてですね、ヒットを稼ぐ単打ばっかりですよね。だからチームへの貢献度っていうのはそれは少なかったと思いますけども、ただ初めての3割でしたから、なんとか張本さんの広角打法、もう流してもよし、時には引っ張ってもよし、それから、最後まで、諦めない、しつこいそのヒットを量産していく、そういうような打ち方、そういうような姿勢をですね、私はもう真似しましたよ。あのシーズンは張本さん30試合連続安打を打ったと思いますけども、私も22試合連続試合安打を、あのシーズン打ちましたけども、あの時は高橋芳彦君が、今でも記録に残ってる34試合連続試合ヒットで、あのシーズンはもうね、張本さんと高橋芳彦君と、私とね、5月か6月だったと思うんですけど、ずーっとヒットが続いてね、そんなだけどことがこう張本さんに対しては非常にこう目標値がすごい上がりましたよね。なんとか
張本さんのバッティングの極意みたいなのをなんかこの際掴んでやろうみたいな、だから流し打ちでも、あまりこう張本さんというとすり足打法でね、どしっとこう、どっちかというとガニ股のように構えてね、そしてこうびくともしない、もう下半身に、全体の力が降りてきてね、そしてテイクバックも取らないんですよ、もう小さいテイクバックしか取らない、で足もそんな上げない、まさにこうすり足ですよ、で横にずらすように、割りバネを取るんで小さく取るんですね、小さく取ってそしてレフトの方向へ流したり、あの技術っていうのは随分参考にしましたね、おかげで最後の試合で、あれは巨人はもう全試合終わっててリーグ優勝も決まっててね、で張本さんは張本さんに聞くと、もう矢沢お前もう銀座で飲んでたよというような話を私しましたけども、後から記者の方が連絡して有本さん向かいましたよと言われたら、もうびっくりしてたらしいですよ。おい、あの矢沢が1試合3本打ったというような、ことを言って驚いていたそうですけども、今でも有本さんと野球教室とかドリームゲームで、会いますとね、もう悔しさが、ね、今でもにじみ出てますよね。あの時お前3本持つとは思わなかったと、前の日になんか家で寝てなくて、急にこう中日の寮かなんか行って、鈴木高政と一緒に酒を飲んで、そしてぐっすり休んで、次の日のダブルヘッダーに臨んだそうだなと、そこまで知ってましたよね。だから第1試合に4打数3安打打って、決めた時には本当に私は喜びましたけども、当然張本さんは逆に、両リーグ首位打者がならずにですね、がっかりしたというような話を聞きました。まあ、そういう意味で、その後の私のねバッティングの技術もですね、張本さんからそうやって教わったことが、学んだことがですね、非常に役に立っていきました。17年間私も現役でやりましたけども、張本さんを手本にすることが非常に多かったですね。そういう意味ではいい思い出です。3人目は、王さんですね、王貞治さんですね、王さんがライバルだということだとちょっとおこがましいですけども、私はヒットを打ってですね、ファーストベースに、行きますよね。その時にね、王さんがねちょっとした間の時間があったんですね。矢沢は今何本打ってんだと、私は素直に、1200本ぐらい打ってますと、ちょうど8年目か9年目だと思いますけども、1200ぐらいですと言ったらですね、そうか、2000本満たさないとダメだなと急にベース上で言うわけですよ。で、矢沢俺はな、ホームラン1000本目指してるんだと、あの時確か710何本ですかね、アメリカのベーブ・ルースの記録を打ち破った、記録を塗り替えた時だと思うんですけども、それでも俺は1000本目指すんだと、お前も目標を高くして3割打ちたければもう3割5分ぐらい目指して、また2000本目指していかなくちゃいけないなというようなあんなちょっとした時間のうちにそんな話をしたことがあるんですよね。私はその後2年間アキレス腱の故障で休んでしまいましたけども、でも復活した時には王さんの、あの時言われたこともですね、目標値を高くと
ようなことも、もう記憶に鮮明に残ってましてね、最後までやり遂げることができたわけですけども、それからこういうことありましたよ。矢沢、怪我をしてからアキレス腱を痛めてからその後復活してホームランもすごい増えたなと、全然あの怪我をする前と違うじゃないかと、ジャイアンツに来ないかみたいなことをね言われたことはありましたけどもね、現役時代の王さんっていうのは私はフォワストに守ってましたから、王さんの好不調っていうのはすごくわかるんですよね。王さんが不調な時っていうのはフォワストゴロでも弱いんです。要するに取りやすいんですよ。すごく取りやすい。そういう時には非常に、王さんこれ調子悪いなと思うわけですよ。ところが調子が上がってくるともう二塁と一塁のこの二塁手と一塁手の間を狭く、してるんだけど もうほとんども引っ張ってきますから狭くしてる。で後ろに守るわけですよね。ファーストベースなんかもう10メーターぐらい前にあるのに後ろに守る。その間をねこうゴロで抜いていくわけですよ。だからその打球もボールが来てボールの上っ面をこうやって叩いたような値なんですけども、それが加速してこうゴロが加速していくわけですよね。だから追いつこうとしても二塁手も一塁手もね私も追いつかないんですよね。それだけやっぱり王さんというのはホームランだけは目立ってますけども、ゴロでもやはりそうやってこう加速して抜けていく、そういう時はもうこうこれで王さんはスランプを抜けていくなという感触をね得ましたよね。まあそういうわけでもう雲の上の人ですからなかなかライバルと言っては、当てはまらないと思うんですけども、王さんは一本足打法でしたよね。で一本足打法というと師匠は荒川博さんですよね。その時のジャイアンツのバッティングコーチですよ。一本足打法、王さんも早稲田実業だし荒川博さんも早稲田実業ですよね。荒川博さんというと合気道で王さんに真剣を振らせる、部屋の中でこう揺れる紙切れをそれをパサッとこう真剣で振っていく。だからこうやって一本足でするわけですから、インサイドを想定した紙切れなんかでもなかなか切れないと思うんですけども、無駄のないこうやって遊ばないですよね。真剣がさーっと無駄のない動きでその紙切れをスパーッと切っていく。それから庭に、こう藁の棒のようなのがあって、それをこの日本刀の真剣でバサーッと切っていく。それもこう遊ばないようにバットのヘッドがキャッチャーの方に行かないようにこの位置からヘッドがパーッと出てくるように、そんなような、練習をしてたと荒川さんからも後に聞いたことありますけども、王さんは、こうダウンスイングっていうかね、日本刀でもこうやって叩きに行く。ところが試合になるとレベルスイングなんですよね。レベルスイングなんですよ。だから日本刀でレベルスイングなんかで振っても藁なんか切れない。このスルスルと上からつながってるこの紙切れでもレベルスイングというのは切れなかったと言ってましたよ。だからそういう意味でダウンにして上から下へ切り振り切らないと藁も紙切れも切れなかったと。でも実際は試合になるとレベルで、振ってましたよね。でもウェイティングサークルで振ってる姿見たらバットのヘッドが親指の付け根をこうやって振り抜くようなそんなバットスイングしてましたよね。でも実際打席に立ってホームラン打つ時にはアッパーでもないし
きっちりしたレベルスイングで腰を回転して、そしてあの一本足でこう突っ込まないで、そして腰が入って、前お話ししましたようにこう逆の C の字、体の線な C の字になって、そして振り抜いて、でそして踏み出した足の方へ体重移動するというようなね、もう本当にあの綺麗なフォームで、ホームランを量産しておりました。そうやって一本足打法を、まあ、荒川さんのおかげで作り出していた。そこの底には合気道がある、合気道というと一本足で立っても足の裏から根っこが生えてるような、根っこが生えてるように、思いながらこう立つそうですね。だから子供が2人、このグリップのところにぶら下がってもびくともしなかったそうですよ。この根っこが生えてるってことは、荒川博さんもそういうことを話しておりましたよ。真似のできることではなかったです。で、やっぱり荒川博さんというと息子さんがおりまして、荒川隆君がおりましてね、私と早稲田大学の時代に同期です。彼はショートを守って1番バッターでした。私は3番を打ってましてね、隆君が19本、4年間で19本のホームランを打って、私は18本、1本足らなかったんですけども、ただ、荒川隆君は王さんと一緒で、王さんがもう荒川博さんの家にバット振りに来ますから、日本刀を振りに来ますから、それと同じように隆君も一本足だ、右の一本足だ方ですよね。で神宮でホームランをよくかっ飛ばしました。ただやはり私はその一本足打法とはちょっとこう相入れないというか、私の師匠は、石井純一さんという足首バットを製造してた、石井純一さんですから、石井純一さんはどちらかというと、この引き合う割、ねじる割、そういうような、割りバネを基調とする、弾液理論でしたから、一本足打法とは、随分こうかけ離れた理論だと思いますよね。だから学生時代隆君がそうやって一本足打法をこうやっておっても、私はひたすらどっちかというとすり足ですよね。すり足で、こうヒットもホームランも、なんとかその隆君と同じようにこう高めていく、そういうようななんかライバル心がですね、ふつふつと燃えてくるようなね、そんな選手でした。まあかっこいいし、隆君は足も速かったし、バレがあったし、早稲田に入るときに立ち幅跳びの記録を作りましたからね、何メーターかちょっと忘れましたけども、それまでの、早稲田の教育学部に体育専攻課程というのがあってですね、50メーターと立ち幅跳びと、それからハンドボール投げと、それからベンチプレスと、なんか4種目か5種目ぐらいあって、立ち幅跳びはもう果てしなくこう他を引き離してた。それだけバネがあり、体の強さっていうのは持ち合わせましたよね。まあ、そういう意味で、なんか荒川博さんの一本足打法が、息子さんの荒川隆さんに引き継いで、そしてなお、王さんの、868本ですか、世界のホームラン王を生み出した、荒川博さんのそういう凄さをですね、感じますね、今でもね。私はなかなかできなかったですよ。だって王さんのふくらはぎって、私のももぐらいまであるんですよ。だからそのぐらいやはり太くないと、なかなかあの一本足で立つことはもうもちろんできなかったと思いますよね。だって引退するときにホームラン39本を打って引退するんですからね。まあそういうようなことを見てるとね、非常に参考になりますよ。もう自分でも
前回メモをしましたけども、そんなメモも随分やりました。王さん、そして、王さんの師匠の荒川博さん、そして、私と同期の荒川隆くん、それから張本さん、それから若松くん、非常に私はいい時代に恵まれて野球人生を過ごすことができました。そういう意味では非常に感謝しております。今回は、ライバルだった3人の強打者、をちょっと お話も脱線しましたけどもお送りしました。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。